国会開設の御事乗り国会開設の御事乗り、または国会開設の直輸は1881年10月12日に明治天皇が出した召呂。1890年を期して議員を召して国会を開設すること、近定憲法を定めることなどを表明した。官僚の井上武氏が起草し、大城大臣の三条耳が捧ぐ将。 自由民権運動交流の状況を目にした参議の山形有友が1879年民進安定のために国会開設が必要だとの権威を提出したのをきっかけに政府は参議全員に意見書の提出を求めたがそれに対し伊藤博文は条約改正を視野に入れそのためには将来的に立憲政体の導入が必要だとの意見書を提出している 1881年、開拓使勧誘物払い下げ事件が明るみに出たことに、対して、参議の大隈重信は、新聞も用いて、開拓長官の黒田清隆を鋭く批判、早期の国会解説を主張した。イギリス流員内閣制に基づく憲法の制定と、国会の一刻も早い解説を主張する大隈と、ドイツ流の君主体験を残した。 ビスマルク憲法を反とすべきと主張し、国会解説は時期創造であり、立憲政体の整備は全身的に進めるべきだとする伊藤が対立し、伊藤が大熊を政府から追放する事件に発展した。これは大久保と道み暗殺後の政府部内の主導権争いでもあったが、世論がこの事件に対して激化、民権運動はさらに紅葉の予想を提したため、政府は 近い将来の議会制度確立を約束して、運動の先鋭化を抑えようとしたものであった。これによって激化していた民権運動は抑えられたが、首相が暗殺されるなど、事件のきっかけにもなった。原文陳訴訟2500余り年のおとりを、継ぐき、中古紐を、海区の唐綱を新調し、体制の統一を騒乱し、また、宿に立憲の生態を立てて、 後世子孫敬苦壁の行をためさんことを期きす。先に、明治八年に元老院を、せつけ十一年に、府県会を開けかしむ。これ、皆禅寺元を、はじめめ、序に、順手法神武ルの道に、ゆるにひさる幅くし。主下優秀、また沈下心を、とせん。小見るに、立国の帝国各よろしきを、ことにす。非常の事業を実るに、景挙二便鳴らす。 我が蘇我衆、少林指定上にありり、異列を挙げて、高義を、広島、古今を編通し、断指定農業府、攻め鎮下ミニアリリ。進むに、明治二十三年を起し、議員を、滅しし、国会を開けき、もって鎮下諸子を、聖、サントス。今在定診療に、命し、奥す日実をもってし、兵の攻めに、通らしむ。その組織権限に至り手は、鎮、 親らうちを、切りまつし、時に及びて交付、するしアラントス。陳を門んみに、人心心聞に弁して、次家遺族なるを、セリフ。不こと騒動化し、今日に体系を、いる。これよろし、しく今に及びて、母君を、名調し、もって長や親民に講じすへし。若しなをほこさらに早急を、早非事変を、戦し、国安を、害、するシャあらは。 ところするに国典を言ってすへし。特にここに厳明史しか優秀に、悟ルす。笹ぐ直大乗大臣、三条実富明治14年10月12日。ありがとうございます。